この度は、平家カカオ、カカオ美容新素材発表会と題しまして、明治のカカオに関する新たな挑戦を発表をさせていただきます。株式会社明治は、2022年3月、明治ニューアクション発表会001サスナブルアクションカカオにおきまして、カカオに関するすべての人の幸せを目指しますし、 社会課題をを解決に向けたたた新しししいいアクションを開始をいたしました取引の対象であり、チョコレート原料として活用してきたのはカカオ豆だけであり、国内に運ばれたカカオ豆の皮、いわゆるカカオハスクは、加工段階で取り除かれ、有効活用がされておりません。 カカオ豆を発酵させる重要なエネルギー源として消費をされます。カカオの果肉、いわゆるカカオパルプと合わせても、カカオの実の約3割しか価値に転換されてないといえます。フルーツとしてのカカオすべての可能性を追求する明治の朝鮮のスローガンが、開けカカオであります。 人々や地域、コミュニティ、そして地球をも今よりもっと幸せにするために、我々明治はサステナブルカカオの未来を切り開く新しいアクションに様々なパートナーと共に取り組んでおります。開けカカオでは3つのテーマを掲げております。1つ目はカカオ豆だけではなく、 フルーツとしてのカカオすべての可能性を生かした明治ならではの新しい栄養価値の創造に挑戦をするホールカカオ活用の進化そして2つ目はバリューチェーン全体でサスナブな取り組みを競争をするバリューチェーンの進化最後の3つ目はこれらの活動をより オープンに発信をする情報発信の進化この3つの進化を通してカカオが持つたくさんの可能性を一つ一つ開いていくことを宣言をいたしました現状は左側のすなわちカカオの実からカカオ豆を取り出しカカオ産地にて発酵・乾燥を行った後に日本の工場でチョコレートに加工する プロセスでありますカカオ豆イコールチョコレートとしての活用だけではなくフルーツとしてのカカオ全ての可能性を生かした新たな価値の創造はさまざまな形で広がっていますホールカカオ活用はまさにカカオ豆だけではなくフルーツとしてのカカオ全ての可能性を生かした明治ならでは 新たな栄養価値の創造を目指しておりますカカオ新素材の開発を行いチョコレートにとどまらないカカオの使い方をカカオ農家やパートナー企業の協力を得て具体化をし2つのカカオ新素材を活用した商品を昨年2月に発表をいたしましたまたバリューチェーンの進化では国内未活用部位 の付加価値化に向けた非食品領域でのソリューションの開発を進めております昨年6月にはライフスタイルブランドでありますカカオスタイルを発表をいたしましたカカオ豆の皮カカオハスクをアップサイクルした E10 の商品を発表をし一部の商品の販売を回収をいたしました これらはパートナー企業と明治との研究成果の一部であります。本日の発表は、衣食住を基盤にし、これまで協業する関係性がなかった新たなパートナーとともに開くカカオの新たな可能性であります。